給食全然好きなものないよ。もういらない。あら、くるちゃん今日の給食全然食べてないじゃない。どうしたの？だって苦手なものがたくさん入ってるんだもん。お家に帰ったらおやつ食べるからいいよ。確かにおやつを食べるとお腹はいっぱいになるかもしれないわね。くるちゃんは給食を食べる理由って考えたことある？え？そんなの考えたことないよ。そうだと思ったわ。そこで今日はくるちゃんに給食にはどんな意味があってどんな思いで作られているかを知ってもらうために学校の栄養士の先生がお話をしてくれるそうよ。栄養士の先生が？では早速呼んでみましょう。柏先生。くるちゃん、今日の給食苦手なものがたくさんあってあまり食べられなかったって聞いたよ。給食がどうしてあるかっていうとね、友達や先生と一緒に美味しく食べることはもちろんだけど、みんなの体が成長したり病気に負けない健康な体にするために栄養バランスのいい食事を食べてもらうためなんです。寒くなってきて空気が乾燥してくると風邪などの感染症がより流行りやすい季節になります。だから給食にはみんなが病気に負けない健康な体になるために食べてもらいたい食材がたくさん入っています。さらに給食には地元水戸市で採れる美味しいお米、野菜、水戸市名産の納豆なども使われています。みんなには栄養たっぷりの給食をしっかり食べて病気に負けない健康な体を手に入れてほしいです。給食って私たちが健康な体になるために作ってくれてたんだ。そうね、思いを込めて作ってくれている栄養士さんや調理員さん、食材を用意してくれる人たちみんなに感謝しなくちゃね。さっき栄養士さんが今日の給食はみんなが病気に負けない体になるために食べてもらいたいものや水戸で採れた米や野菜なども入っているって言ってたわね。そこでくるちゃんやみんなにきちんと知ってほしいから食材クイズを出してみようかな。画面の前のみんなも考えてね。わかるかな。ではクイズです。普段給食に使われている食材で風邪をひきにくくする栄養素でもあるビタミンがたくさん入っているものは次のうちどれでしょう。1. 豚肉。 2. 人参。 3. 牛乳。ビタミンってどんなものに多いのかな。体にいいものだよね。私は苦手で残しちゃったけど、3番の牛乳かな。さてどうかな。みんなも答え決めたかな。正解は2の人参でした。人参にはビタミン A が豊富に入っていて粘膜を強くして体を守ってくれるの。だからくるちゃんやみんなに食べてほしいんです。他にもビタミンは小松菜やキャベツ、みかんなどの野菜や果物に多く含まれているのよ。じゃあ野菜や果物だけ食べていれば風邪ひかないんだね。確かに野菜や果物は体を守るための栄養がたくさん入っているけど、それだけでは足りないのよ。他にも肉や魚、卵、大豆にはタンパク質という栄養素がたくさん入っていてね、体を作る元になったり体温を上げてくれるの。そしてこれから寒くなってより風邪などをひきやすい季節は特に大切にしてほしい体の場所があるの。風邪をひかないために大切にしてほしい場所？そう、それはね、小腸よ。小腸？そう、小腸は食べ物の栄養を吸収するのは知っているわよね。うん、聞いたことあるよ。その時に悪いウイルスも一緒に入ってきたら大変でしょ。小腸は悪いウイルスなどに負けないように
私たちの体を守ってくれる細胞がたくさん集まっているの。そして腸には菌という生き物が住んでいて、私たちのお腹の中では良い菌と悪い菌がいつも戦っているのよ。小腸を良い菌でいっぱいにしている人の方が腸がきれいで悪い菌が少ないので風邪などは引きにくくなるのよ。お腹の良い菌を増やすためにおすすめの食べ物を紹介するわ。お腹の良い菌を増やしてくれる食べ物？何何？それはね、ヨーグルトなどの発酵食品、野菜やキノコ、豆類、海藻、他にも穀類などがあるわ。このような食品には食物繊維という栄養素がたくさん入っていて、お腹にいる良い菌たちの餌になってくれるの。例えばミトちゃんごぼうメンチやきんぴらなどに入っているごぼうは食物繊維がとても多いの。そしてごぼうは水戸市でたくさん取れる野菜なのよ。地元で採れた野菜は採れたてで新鮮だから特に栄養が豊富なの。ぜひみんなにはたくさん食べてほしいわ。ウイルスや病気に負けない体にしてくれるための栄養をたくさん取れる食材が給食には入っていたんだね。私は苦手なものや食べたことがないものを嫌いと決めつけて食べていなかったけど、毎日少しずつでも食べられるように頑張ろうかな。えらいわ、くるちゃん。その気持ち忘れないでね。毎日の元気のためにも給食を残さず食べて、ウイルスや病気に負けない体をみんなも手に入れてね。バイバーイ。